はい、お疲れ様でございます。では舞姫大学の2024年大予想のパート2いきましょうか。パート2はパチンコスロット業界の凋落でございます。まあもちろんね、もうすでに凋落はしてるんですけども、さらにここに追い打ちがかかります。キーワードは紙幣が新しくなるってことですね。確か30年ぶりぐらいだったと思いますけども、40年ぶりかな、1万円札、5000円札、1000円札が新しくなりますよね。これによって何が起こるかというと、パチンコスロットっていうのはね、現金をパチンコスロット台の横にスーッと入れると、その現金がカウンターを回して、でまた打てるようになったり打てるようになったりするわけですよね。でこの自動販売機ともいえるお金を吸い上げる機械なんですけども、これ診察には対応してないんですよ。となるとどういうことが起きるかっていうと、このお金を吸い上げる自動販売機みたいなね、コイン貸し出し機、パチンコ玉貸し出し機ですけども、こちらの方の機械の入れ替えが必要になってきます。これ大体1台入れ替えるのにね、2万円ぐらいかかるんですよ。で人件費など入れるともうちょっとかかるかもしれませんけども、まあ2万円で計算しましょう。最低2万円かかります。でこの2万円の機械、一つのホールで例えばですね、100台入れ替える必要があるなと思うと、200万円以上の経費がプラスオンされるわけですよ。でこれに対して別に売上が伸びたりするわけではありません。現状維持のための費用ですね。だからね、お金が新しくなるってことは、自販機の需要も強制的に書き出されるってことなんですよ。まあ自販機業界はいいかもしれませんけどね、それを入れ替えなければやっていけないゲームセンターですとかね、パチンコスロットみたいなところね、ここは大打撃です。余計な費用を買わざるを得ないわけですから。ですんでパチンコスロット業界、そしてプラスアルファで今頑張っておられるゲームセンターも一気に苦しくなるんじゃないかなと思います。もちろんね、両替を人がやるみたいな手段に出るっていうところもあると思いますけども、小さなね規模のゲームセンターならいざ知らず、パチンコスロットではもう不可能でしょう。やっぱり人件費の方がさすがに高いですからね。まあそうなってくると、まあ自動の両替機ってものがこれから2024年大量発注されると思いますし、そうしなければもう店は潰れるみたいな形になるのかなと思います。ということでね、パチンコ業界、スロット業界、さらに厳しくなるんじゃないかなと思います。私はパチンコスロットなくなってもいいかなと思う方なんですけども、ただそこにはね、真面目に出勤している会社員の方とか、それから下請け取引先の方とか、さまざまな方がいらっしゃいますので、やっぱりね、パチンコスロットといえども個人的には気に食わないけども、そのお店が一つなくなるっていうのは、そこにつながるやっぱりね、数百数千の人たちの生活にも影響があるってことですから、やっぱり不況の呼び水になるんじゃないかなと思いますね。まあ、パチンコスロットってのはもうがっつりとこの経済社会に入ってしまいましたんで、規制をしてなんとかっていうことにはならなくてね、なんとか今働いている方だけでも受け入れていけるような形になってほしいなと思うばかりでございます。はい、ということでね、2024年大予想ですけども、新札発行流通に関係して券売機などのそういったね、新紙幣対応の仕組みによって潰れるところが出てくるってとこじゃないかなと思います。もしかしたらね、町の飲食店も券売機に新札対応していない自動券売機を使ってるかもしれないですね。それも全部入れ替えになるんじゃないですかね。あれ結構高いですよ。はい、ということでございました。では残るあと一つですね。